続いては週末ソムリエのコーナーに参ります。今日は柴原アナウンサーが姫路市から伝えてくれます。柴原アナお願いします。世界文化遺産国宝姫路城と JR 姫路駅を結ぶ大手前通りに来ています。井川さん寒いです。寒そうですね。コートを着ていて防寒対策しっかりしているつもりだったんですけども、もう手先から冷えてきますね。寒いか、はい、うん、そんな冬に近づきつつある姫路の夜をぬくもりのある光で包み込むイルミネーションが始まります。暖かくなる。姫路大手前通りイルミネーションというイベントでして、今日からスタートするんですが、まさに今点灯式が行われています。点灯式が始まった頃からもう人がどんどん集まってきて、今はたくさんの人がねいらっしゃいますね。この熱気でもちょっと暖かくなりそうですね。はい、さあニュースでもありましたが、今日はこちら11月22日いい夫婦の日ということで、さあ今日はこちら姫路でイルミ愛を灯る週末をご提案いたします。パチ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 。井川さん、はい、今日特別に教えてもらいたいんですが、はい、いい夫婦の日にちなんだエピソードをお願いします。エピソードですか。すごい、聞きたい。いい夫婦にちなんだ、うちあんまりいい夫婦やってない。まあいい夫婦だと思うんですけど。いい夫婦、いい夫婦、そんなことないでしょ。いや榊原さんが多分エピソードいいの持ってると思うんで。いや井川さん、毎回衣装は奥様が選んでくださっているって伺ってますよ。そうなんですけど、今日はちょっと時間なくてね、スーツになっちゃいましたよ。タイミングがちゃんと感謝を伝えていただいて。はい、そうです。じゃあ榊原さん、はい、先ほどいい夫婦の秘訣を教えてくださいましたけれども、はい、何かエピソードはございますか。エピソードは10年目の時にずっと欲しかったお財布を、ね、プレゼントしてくれましたよ。いやー素敵。いいですね。大事ですよね、はい、プレゼント、はい、物は大事です。いやー思い出に残る日ということですが、はい、そんないい夫婦のお二人にも、はい、ぴったりなイベント、今日限定で行われているんですが、こちらバラの花がですね、この一帯で配られていましてですね、2000本のバラが一人一人にこう配られていました。私も受け取ってみたんですけれども、あ、いいバラの香りがしますし、お客さんがねもらってすごく笑顔になって、こう一緒に写真を撮っている様子も見受けられました。そして他にも いい夫婦川柳、川柳を募集しましてですね、いい夫婦川柳というものを募集したんですよ。その川柳がこの奥にこうずっと行く途中にですね、イチョウの木に飾られるんですけれども、今映像出てますかね。出てないか、気づかない。出会いはいつもそこにある。そうなんですよ。このようにご紹介していくんですけれども、なぜだろう鈍感なのにピンときた。はい、いいですよね。イチョウの木にいいですよねってすごく言いづらい。なんかね飾られているんですよ。ほう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 。次いきますよ。出会った日結婚してくれびっくりよ。プロポーズ、わかりますってことかな。そうそう、出会った日におそらくプロポーズされたっていうびっくりな川柳なんですけど、交際ゼロ日婚。そう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 、すごい、ちょっと素敵ですよね。聞きます。なかなか憧れるシチュエーションではありますが。すごいな。最後いきます。3つ目、偶然の出会い装う恋の恋。なるほどね。恋、いや、どういうシチュエーションなんだろうって言ってね、イチョウの木をね見ながらね、この川柳あったので、スタッフの方と相談してたんですよ。おそらくまあイルミネーション待ち合わせしてて、あ、ちょっと偶然を装ってですね、あ、来てたのなんて言って、イルミネーション行こうよなんて言ってね、なるほどね、生まれたのかななんて。はい、さらにですね、姫路市がいい夫婦を感じた瞬間のエピソードを募集しましてですね、
はい、この後ステージで、あ、今ですね行われているんですけれども、はい、夫婦による点灯式、そして点灯スイッチを押すとイルミネーションがつくということなんですよね。この後点灯式の模様はたっぷりとお伝えします。JR 西日本アーバン開発株式会社、引き続き中継です。はい、JR 姫路駅前にいます。今まさに間もなくイルミネーションが点灯されるということで、点灯セレモニーが行われています。このあと、点灯のスイッチを押されるのが、今ステージ上にいらっしゃるウェディングドレスを着た女性とタキシードを着た男性なんですよ。そう、見えますか？すごく美しいですよね。はい、というのも姫路市ではいい夫婦を感じた瞬間のエピソードを募集していて、その素敵なエピソードに選ばれたご夫婦が西澤ご夫婦なんですね。西澤これたかさんとゆきなさんが最優秀賞に選ばれました。少しご紹介しますと、西澤さんは4年前にご結婚されて、コロナ禍であったり出産、そしてご準備をお願いいたします。転職などを経てですね、はい、実は結婚式を挙げられずにいたということで、ウェディングフォトもできなかったというところで、はい、今日特別な日にしたいというふうに、はい、もうすぐですね、カウントダウン始まりました。どうぞ。今スイッチが押されて、イルミネーションが灯りましたよ。皆様よろしければ大きな拍手をどうぞ。スタジオの皆さんいかがでしょうか。綺麗だなという声が出ています。ね、榊原さんも、はい、そうですね、この奥に見えますのが姫路城、そしてその道までのこのイルミネーション一緒に見られるというのがまた美しいですよね。そう姫路城と一緒に楽しめるってなかなか、ね、なかなかない。だからこそです、ね、テーマが柔らかな光に包まれる幻想的な姫路のあたらよというんですが、あたらよというのはもう明けるのが惜しいほど素晴らしい夜という意味なんですよね。このイルミネーションなんですけれども、この大手前通り一帯、そして姫路城周辺で行われていまして、グレードアップしたというところでエリアを拡大して今年は行われています。そして25万球の LED が灯されていまして、はい、もっともっとこう進んでいきますとまた違った景色が見られるということなんですね。今日から来年の2月23日まで毎日午後5時から見られます。でですよ、明日と明後日はですね、この大手前通りの一部が歩行者天国になるんですよね。なので、まあ、今はこの通りからしか見られないですけれども、明日はこの普段は入ることができない車道からね、真正面からイルミネーションを楽しむことができますし、フードマルシェであったりいろんなイベントも開催されるということなんです。さあ、そしてこちら見ていきましょうか。また人がたくさん集まっていますが、このようにイルミネーションがありますね。こちらは姫路駅北にぎわい交流広場星芝テラスです。芝にイルミネーションなんですね。先ほど奥に見えていました姫路城、白鷺城とも呼ばれますが、その美しい白をテーマにしたイルミネーションとなっています。どうでしょう、イルミネーションの光で5割増しぐらいに見えてませんか。見えてます、見えてます。見えてますか。見えてます。すごく綺麗でですね、灯ってアーチが見えてきましたね。この光のトンネルもいいですね。そうなんですよ。せっかくなので中に入っていきましょうか。うわー、またこの夜空に
イルミネーションのこの光がまたこうふわーっと浮かんでるみたい。そうなんですよ、一帯に広がっていて綺麗ですね。あ、贅沢な景色が広がっています。このように写真を撮られている方がたくさんいらっしゃいまして、 SNS 映えしそうなそんなイルミネーションとなっております。どこ撮っても楽しいでしょうね。そうなんですよ、はい。じゃあちょっとここからここでお客さんにお話を聞こうかなと思うんですけれども、あ、こんばんは。あ、ファミリーで来られたんですか。あ、阪神タイガースファンですか。お兄ちゃん、ちなみにどの選手が好きなんですか。サトテル。サトテルですか。ありがとうございます。回答早い。5人家族なんですかね。あ、もうお父さんもぜひ。今日はどちらから来られたんですか。歩いて10分ぐらいの家です。姫路に在住なんですね。どうでしょうか、来てみていかがですか。どう。兄ちゃんどう。綺麗。綺麗。どうでしょうか。綺麗です。綺麗ですか。ちなみに今日はいい夫婦の日ですけれども、今日どうですか。初対面で伝えられたりしました。いや、気持ちを。あ、しないですか。この後ぜひ。はい。ちなみに夫婦円満の秘訣なんて聞いてもいいですか。なんやろ。たくさん。お出かけすること。お出かけすること素敵ですね。またイルミネーションにもお出かけして素敵な思い出作ってください。ありがとうございました。ありがとう、楽しんでください。続いてのご家族ですかね、お話を聞いてみます。あ、こんにちは。今日はどちらから来られたんですか。あ、姫路からで、ね、姫路から、ちょっと旅行帰りで。あ、旅行帰りで。そうなんです、今日帰ってきたんですけど、はい、沖縄行ってて、そう、半袖やったんですけど、すごい、こっち帰ってきたらめっちゃ寒暖差がすごいですね。だから暖かくしてください。ねえ、どうですか、イルミネーション見られて。めちゃくちゃ綺麗ですね。どうでしょう、このイルミネーションを見てまた夫婦の仲も深まりそうですか。そうですね。でも最後にお父様の方から奥様に何か一言いただけますか。無茶ぶりすみません。これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いしますという素敵な言葉をいただきました。ありがとうございます。それでは皆さんもですね、イルミネーションを見て愛も一緒に灯す、そんな週末を過ごしてみてはいかがでしょうか。ここまで中継でお届けしました。